どうも、おかいです。良書を読むための条件は、握手を読まないとである。ショーペンハウアー。この動画で伝えたいことは、いかに良書を読むことが難しくて、逆に握手を読むことが簡単であるっていう話です。握手っていうのは、今でいうビジネス書でなんですよね。ものすごくインプットが簡単で、アウトプットが簡単な本です。で、逆に良書っていうのは、ショーペンハウアー描く古典です。 古典って現代語訳じゃないとものすごく難しいし、現代語訳系の本を読んだとしても、基本的に捨てるものってほぼないんですよ。インプットに時間がかかるし、アウトプットも時間がかかる。これが良書です。これを動画投稿でやってしまうと、ビジネス書だったらすごくインプットが簡単でアウトプットが簡単だから、早い人だと週に2本動画撮れちゃいますよね。これは要約系の動画です。 そしたら、YouTube って収益化の制約で、1年間最低4000時間再生させてくださいね。チャンネル登録者は1000人超えたからです。月に最低1本を投稿しましょう。ってこの条件を満たせるわけですよね。ただ、了承をインプットとアウトプットをしていると、ものすごい時間かかっちゃう。しかも、私の投稿方法だと、要点をまとめて、ここで読み上げるってことをしているので、なおさら時間かかる。 一番コストがかかった時間の動画といえば、一本動画で、だいたい制活作期間が5ヶ月と半月ですね。明らかにコストパフォーマンス最悪ですし、タイムパフォーマンスも最悪です。ただ視聴者にとってはこれは一番いいんじゃないのかなって感じで、私は勝手にそう考えて解釈して作って投稿してるっていう感じです。了承をインプットしてアウトプットするっていうのは、 あ、でもう、えげつないほど、時間がかかるし、それは結果的に皆さんにとってもおそらく、いや、この動画投稿者、更新頻度低いし、うんこれだけ気を見ましたよ。こんだけ待たせていて、この程度の動画しか作れないのって思っちゃうかもしれない。それくらい、実は、良証を伝えるのは難しくて、逆に悪証を伝えるっていうのは、ものすごく簡単なことになっちゃうんですよね。で、結果的に、悪証の動画が、ポン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 。 ネット上に溢れていって、了承を見ることが逆に難しくなって、発見も難しいってことになっちゃうんですね。じゃあ、了承を読むのはどうしたらいいのって言ったら、それは証ョ派はンよく古典読めばいいってなっちゃうんですけど、いや、古典難しいし嫌だなってなっちゃいますね。正直、昔の難しい言葉で表現されるも、現代語訳的な古典が出回ってくれば楽なんですけど、なかなか出てこない。これは現実です。あので、いかに、 了承を読むことは難しくて、握手を読むことは簡単なのかってことをこの動画で伝えたので、撮ってみました。皆さんも一度、了承とは何なのかってことを考えながら、本を選ぶと、最初こそ握手を選んじゃうのは社内ないと思うんですよ。だけど、そうじゃなくて、了承を最初から撮ってみるっていう、その難易度の高さ、その難しさを皆さんもぜひ体験してみてください。それでは、チャンネル登録者が1人増えるだけでも助かります。登録お願いします。 それでは。